ミニ小建ては、日本の住宅の類型。狭い土地に建てられた一戸建ての中でも、主に建て売住宅に付けられた別紙的な故障。ミニド、ミニコとも言う。注文住宅を中心に、好意的に見る場合は、共商住宅という。ミニ小建ての厳密な定義はないが、土地面積で20坪にも満たないものが多く見られる。土地いっぱいに建物が建設されているためには、ほとんど。 なく、大抵の場合は1階部分が玄関、駐車スペースになっており、2階部分以上にキッチン、部屋がある。そして似たような形の建物が数個連続して建設される。ミニ小建ては多くの場合、もともと大きかった土地を小刻みに分割した場所に建設される。元来の所有者が資産相続に採取土地の売却によって相続税を賄うなどし、 これを開発業者が買い取って、一般に不動産として販売しやすい価格にするために、分割するのである。さらちで販売されることもあるが、大抵はミニ小建てを建築した上で販売する。大きな土地を無理に分割するため、細い洋館場や、旗竿型と呼ばれる、奥まった場所にまで無理やり雪道を通す形など、合理的な設計の住居を作るには障害となる。 敷地形状になりがちである。また、敷地に余裕がないため、空間を最大限に利用するためには、建築基準法上の車線制限ギリギリの形状にせざるを得ず、同じ開発業者の建物が数個並ぶと屋根が、ノコギリ状に並ぶなど、見た目にも窮屈な印象を醸し出す。ありがとうございます。